さあ、まずはライン4、ここは大きなジャンプです。ラインをしっかり越えて、まずはミドルのゴールポイントでからスタートと取り込みました。さあ、こちらがファーストラインでは8ポイントということでね。さあ、後方から追い上げなるか。さあ、右1球目、このあとは2投目。さあ、これも右からですけど、ぐっと真ん中に戻した。あ、しかしこれはしかもタンブレー。さあ、折り返すのも30秒経過、残り時間は24、23秒。さあ、これが第3投目。ここは後ろ足が残ったか。これはショートレンジでのキャッチ。残り時間は12秒、ラスト10。そしてカウントダウンが入って6秒前、5。さあ、おっと、最終投球は、これは右に完全にリスクを見せました。セカンドラウンドのポイントは8ポイントを追加、トータルは16ポイント。続いて7番は上田綾晴。